ウミトダバラは、西ドイツマンハイム出身の元トルコ代表サッカー、選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは DF で、右サイドバックが主戦場だが、サイドハーフや、ウィングもこなした。2002年のワールドカップで日本を破る決勝ゴールを、挙げた選手としても知られ、当時のモヒカンスタイルは、話題となった。地元マンハイムのユースクラブで育ち、 ドイツ国内のトルコ系やトルコのクラブでプレーイスタンブルスポルを経て、1997年にガラタサライエス系に入団。スユペルリグ3連覇を経験する。2000年にトゥルキエクタス決勝でベシクタシュ JK と対戦し、2ゴールを挙げ優勝に貢献した。同年には UEFA カップでアーセナル FC を UEFA スーパーカップでレアル・マドリードを破り、いずれもクラブの初優勝メンバーの一員となった。2001年9月、ガラタ・サライ前監督ファティ・テリムの後を追って500万ユーロの移籍金で AC ・ミランへ加入。11月にテリムが解任されカルロ・アンチェロッティが新監督に就任すると、ポジションを失う。 2002年夏、ダリオ・シミッチとトレードされる形でインテルナツヨナーレ・ミラノに移籍。直後にガラタ・サラエ、シーズンローンとなる。2003年7月にトーマス・シャーフ監督率いるベルダー・ブレーメンへレンタルされると、翌年7月から完全移籍へ移行する。22試合に出場し、ブンデスリーガと DFB ポカールのダブルに貢献した。 2004から05シーズンは、負傷によりリーグ戦1試合の出場に止まる。2005年8月10日の FC、バーゼル戦以降は、出場機会がなく、同年10月にー部を故障すると2005から06シーズンのウィンターブレイク明けまで回復が見込めなかった。ため12月に、クラブとの契約を解除。2006年に現役を引退した。トルコ代表としては、 UEFA ユーロ 2000-2002FIFA ワールドカップのメンバーに選出。日韓 W 杯では決勝トーナメント1回戦で日本を破る決勝点を挙げた。また準々決勝ではセネガルに対してイルハン・マンスズの決勝点となるクロスを挙げ勝利。チームの3位入賞に貢献した。現役引退後はフットサルの道へ進み。 UEFA フットサル選手権では首相を務めた。2007年から U-21 トルコ代表の監督を1年間務める。2008年6月からガラタサライ SK のアシスタントコーチに就任したが、同年10月に解任されている。2011年6月にガラタサライでアシスタントコーチに復帰するが、2013年9月に テリーム監督と共にクラブを退団した。2016年12月に,にリグのトゥズラスポルでディレクターに就任すると、翌年2月から3ヶ月間は同クラブを率いる。2018年1月にはガラタサライで3度目のアシスタントコーチを務めることが発表された。現役を引退して以降、ラッパーとして数曲リリースしている。ありがとうございます。